1年が経つのね。あ、乙峰先輩。村野さん、どうかしたの？つづりなら。ああ、いえ、つづり先輩を探しに来たわけではないんです。そうなの？まあ冷静に考えてみたら、お昼休みにあの子がどこにいるかなんて予想もできないわね。あはは、失礼しますね。それで部室に来た理由は？そうですね、乙峰先輩がここにいると聞いて。あら、私に用事だったの？用事というか、なんというか。こんにちは。ええ、こんにちは。どうしたの？あ、すみません、すみません。ですね、その村野さん、何があったのかはよくわからないけれど、私でよければお話は聞くから、そう緊張しないで。すみません、私ったら。ひょっとしてつづりと何かあったの？何かあったというわけではないんですけど。乙峰先輩は、そのつづり先輩のことどう思います？そうね、同い年の学友であり、同じスクールアイドルクラブの仲間であるかしら。少し抜けているところはあるけれど、それは村野さんも分かっていることでしょうし。はい、そうですね。あとはそうね、あの子綺麗でしょ？あ、はい、それはもう。ふっと隣を見た時にね、ぼーっとどこかを見つめているあの子の横顔がすごく綺麗なものだから、今でもたまに勝手に眺めていることはあるわ。そんな羨ましいことが。私、先輩方と違って身長が低いのでだから教えてあげようかなって思ったのよ。あ、わかったわ。あなたの魂胆が。え？記事にするんじゃない？なでしこ祭でカホさんと一緒に作る記事、スクールアイドルクラブの紹介の。ああ、そうなんです、そうなんです。はい、バレちゃいました。あはは。ならもう少しちゃんと話してあげないとね。きっとつづりのところにはカホさんが言っているのでしょ？はい、その通りです。つづりが私のことを話して記事に書けるような内容ができればいいけれど、まあそこを心配してもどうしようもないわね。村野さんには言うまでもないことかもしれないけれど、つづりはすごい子よ。出会った時からずっとステージに立てば誰をも魅了できる。いいえ、あの子が踊ろうと思った場所がステージに変わってしまうの方が正しいかしら。踊ろうと思った場所が。ええ、ひとたび踊ればみんなが目を奪われてしまうの。あ、はい、経験あります。でしょ、私が会ったのは入学式の時だから、付き合いは高校からだけれど、でもスクールアイドルとして活躍したいという夢を持っていた私にとって、あの子と同じ部にいるということは本当に誇りだった。スクールアイドルとして活躍したいですか？そうよ、私は最初からスクールアイドルとして頑張るつもりで、ラブライブ優勝経験のあるこの学校に来たの。だからそういう意味でもつづりとは正反対ね。え、そうなんですか？そうそう、直前の2月くらいにスクールアイドルという存在を知ったつづりは、
今から入れてスクールアイドルとして活動できる学校ならどこでもいいだなんて、そんな勢いで飛び込んできた子だったから、それで入れちゃうのが綴り先輩ですね。そうね、あの子がもっと早くスクールアイドルを知っていて、スクールアイドル部のある学校に入ろうとしていたら、最初から引く手あまただったでしょうに。だからかしらね、最初はムッとしたものよ。ラブライブのことも全然知らないし、一から教えてあげたのは私。そのムッとしたっていうのはどうにかなりました？ああ、そんなもの、あの子の練習を一目見ただけで吹き飛んだわ。あの子と一緒にいることが私が成長するために一番いいって確信できたのもその時だもの。輝いていて人々の目を奪う、私にとっても憧れの一人よ。そうなんですね。あの、何？乙宗先輩の気持ちはわかります。ですが、だったらどうして私が来るまで誰も隣に立ってくれなかったのか、でしょ？それは詳しく言うつもりはないけれど、でもそうね、一つだけ話せることがあるとしたら、つづりに憧れを持つことと一緒にステージに立つことは両立しなかったのよ。これまでもこれからも。